最終キングコング。毎週ご覧いただきましてどうもありがとうございます。キングコングの西野でございます。本日はですね、ちょっと、趣向を変えましてですね、ゲストの方に、お越しいただいております。この方です。カジサックさんです。どうぞお願いします。おらしゃすおらしゃす。はじめまして。はじめましてですよね。ほんまに呼んでいただいて、はい、ほんまありがたいっすわ。 YouTuber のカジサックさんっていうことですね。はい、そうなんですよ、はいはいはい、嬉しいっすわ。だってこんな早い段階で金庫の西野さんと。いやいやいや、ありがとうございます。そんな言っていただいて、いや、とんでもございませんよ。お忙しい中お越しいただきまして。僕何かしらね、はい、僕実は学んでるんです。あ、なるほど。人がね、誰かしら僕の部屋に来ていただいた時に、はいはい、何かしら僕は勉強させてもらってて、はいはい、今日はだから西野さんの何かしらを盗もうと思ってまして、はい、あ、なるほど、はい、ぜひ、はい、僕一個あるんですよ、はい、どうやったらそんなに嫌われるのかな。いや、やめてください。そんなに嫌われた後の対処の仕方というか、そういうのを教えていただきたい。嫌われたくて嫌われてるわけじゃないですよ。嫌われたくて嫌われてるんじゃなくて、まっすぐ歩いてたら嫌われるんですよ。あ、そうなんすか。それで、キャラで嫌われに行ってるとかじゃなくて、はい、普通に思ったことを言って、はい、思ったことをやったら世間の人がお嫌いになるっていう、そういうのがですね。あ、そうなんすね。リアクションが大きい。皆さん聞きました。今の知ってました。僕知らんかったっすわ。やばい、嫌いになりそうやな。改めてよろしくお願いします。まあ、カジサックっていうことですよね。まあ、そうですね、はい、これもう多分配信開催始まってるんですかね。で、はい、もう6日目かな、うんうんうん、6日目になるのかな、はいはい、今始まってると思う。今日は、だから 1,2,3,4,5,6 6日目だから、今日7日です。7日目の、7日日曜日だ。嘘だ、日曜日ですよね。はい、はい、え、7日です。7日、うん、ってことは 1,2,3,4,5,6,7 か。はい、あ、そうか、うん、そうかそうか、うん、じゃあ今日の動画で僕まさにこの部屋で確か、あ、なるほど、語ってますわ。どんなことをやられてるんですか。その、まあ、この1週間は、はい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 、主にどういったことをされたんですか。この1週間は主に、うん、見られた方はちょっと重複することになると思うんですけども、はい、まずはデビュー宣言したんですね、はい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 、で、2日目はラファエルさんと、はい、コラボをさせていただいて、はい、ラファエルさん、先ほどもちょっとちらっと言いましたけども、はい、僕何かしらを人と絡む時は絶対条件、設定って言うとあれか絶対条件で何かしらを学ぶんですよ、はい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 、教えていただく、はいはい、で、何かプラスになるかって教えてもらうということなんですけど、はい、ラファエルさんは要は YouTube で成功する秘訣を教えてください、うん、まあ、要はトップ YouTuber でもあるというか200万人登録者いるんでね、うん、でラファエルさんのご自宅にお邪魔して、うん、ちょっといろいろ教えてもらってる中で流れで登録者数の少ない、うん、まあちょっと言葉悪いですけど、うん、底辺 YouTuber とされてる方とちょっと絡んできてくださいって言われて、僕3組のそういう方と、絡みました。3、1、2だから3、4、5でそのああそういうことですね、はい、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、で、うん、その3組から何かを学んできてくださいって、はいはい、ラファエルさんに言われて、はい、そして学んだことをもう一度僕に伝えてきてください、はい、ラファエルさんに言われて、はい、分かりました、行ってきますよ、言って3組と絡みました、はい、いろいろやりました僕、はいはいはい、その3組と、はい、いろいろやって次のシャープ6は、はい、ラファエルさんにいよいよ、はい、答えを、はいはいはい、この3組と絡んだ結果を言いに行くんですけども、はい、その3組ちなみにやったのが、うん、1組目が、ホームランボーイズさん、うん、ホームランボーイズ兄さんなんですけど、うんうん、ホームランボーイズ兄さんとはうまい棒早食いをやったんです、はいはいはい、で、2日目が YouTuber の方と絡む2日目が、もっちゃんねるさん、もっちゃんねる姉さんなんですけど、はい、これ東大生 YouTuber さんなんですけども、はい、それは何をやったかと言ったら、東大生 YouTuber のもっちゃんねるさんが考えた USA しりとり、はい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 、要は USA ゲームあるんですか、はい、カーモンベイビーアメリカでチョコレートプラネットがね、流行らした、はい、あるあるを言う、あれのしりとりバージョンをもっちゃんねるさんでやりました、はい、うまい棒、だから USA しりとり、はい、で、最後地獄寺グレーマル兄さんと絡んだんですけど、はい、地獄寺グレーマル兄さんとやった、地獄で当たり前のようにこうスーッて言ってるけど、止めさせろって言って、ちょっと待ってください、地獄寺グレーマル兄さん知らないですね。知らんねん、って言われても今伸びている、まだ覚えられへん、地獄で何、地獄寺グレーマル兄さんです。ラグレンマル何その言葉ラグレンマルって何、ごめんなさい、僕はちょっと早口ですね、はい、地獄寺、あ、地獄寺グレンマル、グレンマル兄さん、あ、地獄寺さん、あ、兄さん、ごめんなさい、僕が言ってる、はい、地獄寺でグレンマル、グレンマルさん、はい、地獄寺グレンマル兄さんと絡んだ時に何やったかっていうと、入ってくるなさいよ
早くて、もう一回言って、ごめん。いやだから、地獄寺ぐらいまで兄さん早くて、もう何がでしょ。いや、なんか入ってこんね。地獄寺ぐらいまで兄さん兄さんやからもうね、噛むことも許されへんし。地獄寺ぐれんまる、もう一回ゆっくり言いましょうか。地獄寺ぐれんまる、うん、あ、なるほどなるほど、はい、僕、地獄寺ぐれんまる。いや、そのお前、ドモールニングぐらいの無理やね、俺はそのスピードではまだこれ勉強されるんですね。ドモホルニンクルぐらいのスピードで言うっていうのをメモどっかで使われるんですね。これいけますよ、ほんまに。でもこういうことですよ、こういうことが YouTube でやった方がいいことですよ、わかりやすく。あ、勉強になります。ありがとうございます。はい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 、で、3日間から、その地獄寺ブラマル兄さんで何をやったかっていうと、うん、素手でスイカを割るっていう。ああ、なるほど、はいはい、もう一回整理しますね、はい、まずやったのがうまい棒早食い、うん、USA しりとり、うん、素手でスイカを割る、はい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 、この3つをやった結果、ラファエルさんに僕は報告いくんですか。報告いくんです。はい、でそこはもう流れてるんで言いますけど、うん、ボケで、うん、学んできましたよラファエルさん、うん、言ってるんで、ラファエルさんが、おい学んだんですね、じゃあ教えてください、うん、結果何だったんですか、うん、つって僕が答えたのが、うん、ローション相撲ですっていうボケをしたの。ああ、なるほど。嘘だみたいな、はいはい、そんなのあいつらやってないでしょ、はいはい、みたいな。いやでもすいません、ぶっちゃけあの3組から何も得られなかったですみたいな。ああ、なるほど。だからお笑いの伝統である、はいはい、ローション相撲をやりましょうみたいなことで、はい、ラファエルさんと僕シャープ6でローション相撲をやります。これも僕の中では新しくて、要は有名 YouTuber の方だと、うん、こんなやつがローション相撲なんかつ、そもそもラファエルさんも初めてやったし、ああああ、もう絵的には大分面白かったんですけど、で、開けて、多分今日は僕も流れてるんですけど、うん、僕のちょっと思いを喋る、はいはい、はい、結構真面目に、なるほど、やってみて、3日間ぐらいやってみて、やってみてというか、その時は、要はシャープ1で伝えきれなかったことを伝えたっていうのは、要はシャープ1であんまり語りすぎてもしんどいじゃないですか、うん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 、なるべく短い方がいいから、簡潔に説明してて、はいはい、ね、シャープ7は結構、まあ、長めというか、それも多分シャープ、これ、どうなんですか、1本あたりの尺ってどれぐらいなんですか。僕のイメージは、うん、理想は、うん、現時点での理想は、1人の動画はもう5分から10分以内に収めたい、はいはい、なるほど、なるほどっていうのがあって、なんやったら5分以内のやつもある、うんうん、ただ、今やっていく中でやっぱりコラボ動画っていうんですけど、はい、有名人もそうですし、YouTube、YouTube もそうですし、芸人さんとか読んだ時、はい、やっぱり長くなっちゃう。ああ、まあ、そりゃそうだね。っていうのがやっぱりあるんだけど、うん、でも頑張って短めにしたいですね。うん、やっぱり YouTube の世界っていうのは、なかなか見る前から、要は時間が出るわけじゃないですか。うん、何分ありますっていうのが見る中で、ここでいきなり、じゃあ40分とかされたら、はいはいはい、まずもうどんだけタイトルが面白そうでも、見てくれないというかっていうのがあるから、いつかね、結果を残して、なんだかんだあったら、僕は長い動画も撮りたいなと、はいはい、まあ、思ったりするんですけども、はい、まあ、ちょっとやらせていただいてましてね。すげえ。で、ラファエルさんも優しいな、うん、そんなんやってくださって。ほんまもうね、ほんまに感謝してる。あー、優しいな。涙出るぐらいっていうのも過言ないぐらい、ほんまに感謝してます。だってもう、お歳暮送りたくなっても、俺、ラファエルさん。本当にありがとうございますみたいなんで、いや、お前だってな、ぶっちゃけた話やで、うん、ぶっちゃけた話でも自分言うのも情けないけどさ、得ないもん。あー、ラファエルさんにとって、うん、分かんないよ、結果ね、うん、僕がこの時点で跳ねてたら、うん、跳ねる見込みがありそうだったら、うん、ラファエルさんにも得があるかもしれないけど、うん、だって僕ラファエルさんと収録したんって、うん、10月1日の前やから、うん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 、結果もどう出るか分からない、しかもドキドキするやろ、こんなキャラクターとか。はい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 、はい。俺はちなみにキングコング勝ち上がってラファエルさんと絡んだ時は、うん、それはなんとなく面白いものもできたし、うん、ラファエルさんは見えると思うね、うんうん、梶原さんとこういうことやったら見てくれるっていうのは、うんうん、でもいきなりカジサックと絡んでも、うん、ラファエルさんからしたら何したらええねんし、あ、何だ、損する可能性の方があるというか、誰と絡んでんねんみたいな、はい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 、何やこいつっていう、はいはいはい、それなのにすごく、まあ、こんなこと言ったらラファエルさんのブランディング的に良くないやんけど、うん、めちゃめちゃ良くしてくれてる、まあ、ありがたいよね。まあでもあれじゃない、その株みたいなもんで、はい、もう安い時に買っといた方が取り分でかくなる。あ、まあ、やっぱそのなるほど、ね、うん、その要は、あ、この人メリットがあるから、絡んでるんだなって見えたら、うん、あれさん的にはその実はあんま得がなくて、なるほど、ね、そのウィンウィンの関係でやっちゃってんだなって見えたらあんまり得がなくて、なるほど、ね、なんでこのラファエルさんってこんな初めての人とガンガン絡んでくれるのかなっていうことで、
まずそこでラファエルさんに優しい、もう俺がもうすでにラファエルさん会ったことないね、俺もう好きになっちゃってるんだもん今もうまんまとラファエルさんのこの手のひらの上でこう転がす、ね、転がお会いしたこともない人俺今大好きになっちゃってる本当好きです。でもこれ偉いもんでね、うん、ラファエルさんはね、僕よく会うんですよ、うん、あの動画外でもうちょっといろいろ勉強させてもらうためにお話とかしてるんですけど、もともとラファエルさんもそこまでこっちの業界の芸能界に対しての興味はそこまでないというか、うん、でも自分が面白いと思うのは見たりもすんねんけども、うん、そもそも俺のこともそない言うて、うん、あのキングオブコント梶原っていうのは知ってたけど、うん、そのどんな感じの人なんかっていうことまでは知らないレベルだったんだけど、偉いもんで今も西野さんに結構な興味を持たれてるからね。あ、本当ですか。うん、やっぱりだから絵本とかも知って見たら、え、あんなえげつない人なんすかみたいな、すごい興味を持たれてる、はい、まあいつかね、はい、いつか、はい、あのどっかで僕、カジサックをパイプとなりますから、はいはい、ちょっとラファエルさんに西野兄さんをちょっと紹介したいと思って、はい、あ、そうなんですね。いつかね、これは早い。どういった方だったとあれなんですか、この辺まで YouTuber の方は。YouTuber、それは何ですか、カジサックになってからか。カジサックの前の前ですか、うん、前はだから何度か僕この動画で言ってますけども、ラファエルさ ん、 ルさん順番で言うと次、ヒカルさん。ヒカルさん、はい、はい、あの半分金髪、分かる、企業家、天、うん、金髪、金髪、金髪乾杯金髪、乾杯これが YouTuber、 これが YouTuber、 これが、ごめんなさい、今のあかんわ、これがカジサックです。あ、はいはい、これが YouTube ではない、これは YouTube じゃない、はい、これみんながみんなこうじゃないか、はいはい、あの金髪起業家言われているヒカルさん、はいはい、そして3回目にヘキトラハウスさん、はいはい、ヘキトラハウスさんはだからあれですよ、僕ここでも1回前結婚もしましたけども、あの映画で一緒やったから、ああそうか、それきっかけでコラボさせていただいて、その3組と僕は YouTuber の時に絡んでます。やっぱこう絡んでみて、結婚カジュアルの時に、カジュアルの時にね、はいはいはい、絡んでみて、あ、やっぱなるほどなっていうのは分かるんですか。あ、そらこの人人気出るよなっていうのは、うん、絡んでみたら見えてくるもんなんですか。絡んで見える人と、うん、動画外で絡んで見える人がいる、ね、ああなるほど、分かれてるね、その、うん、うん、そう、動画何が抜けてるんですか、その底辺 YouTuber と、まあ言われてる人と絡んだわけでしょ、うん、で、ラファエルさんとか、うん、ヒカルさんだとか、うん、ヘキトラハウスさんと絡んだ、その違いがもう、何が違うんですか、ここは。あー、これだ、言ってもいいのかな、なんやろね、言っていいんかな、例えばラファエルさんで言うと、はい、やっぱりブランディングですよね、自分のどうやったらこうなるか、うん、そして何をやったら成功するかだったりのがもう明確にビジョンが見えてるますよね。だから多分皆さんに近いと思うんですけど、はい、戦略家が多いですよね、これ言っちゃうとね、ちょっと迷惑になるかもしれないけど、ほんまにそういうことをやってるのが、で単純にラファエルさんおしゃべり達者やし、うんうん、あと僕ラファエルさんもこれもお前さんも言っちゃいますね、あのすごいなと思うのが、うん、もう芸人をまずリスペクトしているというか、うん、その芸人さんにはかなわないんだから、うん、違うことをしようよっていう思いが強い、うん、あ、それって僕すごいなと思って、要はいろんな YouTuber の方がいる中で、うん、多分 YouTuber の中には有名 YouTuber さんの中にもやっぱり俺らの方が芸人よりおもろいって思ってる人もいる、そりゃいらしてるよね、と思うんですよ、うん、そりゃいらしてるね、いると思うんですよ、うん、でもラファエルさんはもう全然違う、へえ、そこで戦ってなん、いや勝てるわけないやん、面白い、俺たちだって素人だぜって本当に言えると思う、うん、ああなるほど、でもやらしゃらしい、あの人はもうその辺のタレント中堅なんやったらトップクラスのタレントよりも稼いでたから、ああでも、まあ、タレントあんま稼いでないもん、まあね、うん、でもあくまでもそういうのをなんやろう、笑顔で言えるのが僕は惚れた、ああなるほど、最初に、はいはいはい、もちろんそうじゃない人もいますけど、はいはいはい、うん、なるほど、面白いな、すごいなと思う、あれはないんですか、そのタレントが、YouTube 畑に来やがってっていう、うん、その心よく思ってない層はいないんですか。いやいや、それで言うたら、はい、多分今日語ったとこで僕語ってるんですけど、はい、自分のチャンネルで、はい、そもそもはほぼ全員です、あ、ほぼ全員 YouTuber の方は、はい、まあ、何クソみたいな、これ全部僕の持論ですよ、僕が思うに勉強した結果なんですけども、うん、これが例えば、うん、ダウンタウンの松本人志さんが YouTube のチャンネルをじゃあ立ち上げましたってなると、うん、僕はさすがに YouTube のお客様も、うん、うわっすごいってなって感じになると思うんですけど、はいはいはい、要は僕レベルの、うん、僕クラスのお笑い芸人が行くのが何やったら僕一番叩かれやすいと思う、なんだったらこう落ちてきたみたいな見られ方するというか、はいはいはい、何やの落ちぶれたなとか、はいはいはい、うん、
なんか降りてきたって。なるほど。僕ぶっちゃけ全くそう思ってなくて、はい、なるほど。もう YouTube の世界と僕芸能界の世界全く別やと思う、はいはいはい、降りるも上がるもないというか、はい、そういう、まあ、思いがある中で、はい、でも僕がちょっと自分の中で、ああ、やってよかったな、成功やったなと思ったのは、さっき言ったラファエルさん、ヒカルさん、ヘキトルハウスさんと絡んだ時に、はい、感じたのが、僕正直その動きした時もすげえ不安で、うん、絶対に叩かれると思ったし、うん、もう何や、出ていけ出ていけ、芸人が、うん、しかも梶原が、はいはい、帰れ帰れってなると思ったんですけど、はい、自分の中で面白い動画を撮れたんですよ。はいはいはい。そしたら、あの期待を逆にいい方向で裏切ってくれて、その YouTube の、まあ言うても、多分何千万人っているお客さんの中での一部ですけど、うん、その一部が認めてくれたんですよね。あの、あ、え、梶原ってこんなおもろかった、はいはいはい、テレビより全然おもろいやんみたいなことになってくれたのはでかいですね、はい、これは多分今までの芸人がや、今までのタレント、はいはいはい、YouTuber になろうとするタレントが今までやってないと思う。これ多分新しい道はできたんじゃないかな。なるほどね。あのアプローチの仕方が全然違う。それなんでか言ったら、ほんまに僕 YouTuber 好きになってたから。あー、YouTuber をほんまにリスペクトしてたんで、うんうん、でも出会ったんが一発目がラファエルさんっていうのがでかかったわ。へー。これ例えば、うん、こんな言うとあれやけど、例えばタチの悪い、うん、YouTuber の方と一発絡んだら僕もやめそうね。あー、嫌やなみたいな感じで。いや、やっぱ嫌だわ。だからそこまでの強い思いなかったから俺、あ、最初とりあえず仕掛けたいなやったから、うん、それがまた僕のね、持って生まれた運だと思うんですけど、うん、ラファエルさんっていうのがでかかったの。あ、それで俺はすごくリスペクトしたから、うわ、すっげえなーと思って、うん、あー、なるほど。だから僕はね、僕の考えですけども、今までのタレントさんの YouTuber やってる方とは違うと思いますけど、へー、まずこういう形でやってないでしょ。はあはあはあ、はい、でやるんやったら僕こういう形でやりたいって絶対思うんですよね。あー、なるほど、はい、俺はほんとこの話聞いて、多分あなたが思ってる以上に僕は今ほんとラファエルさんのことが好きなんですラワイルさんの今 YouTube 見たくて仕方がないわ何その素敵な方めっちゃいい人だこれ多分本人怒ってるから要は動画のキャラとは全然違うから、違うから、ごめんなさい、ほんまにすいません。でも、何本かね、拝見させていただいて、あ、ほんまですか。もちろん、あのね、はい、見たことあるんだけど、はいはいはい、やっぱ、あ、むちゃくちゃいいなと思ったのは、僕はそんなに YouTuber の方をむちゃくちゃ詳しいわけじゃないんだけど、見ないですね、あの、うん、でも話題になってるのは見るよ、話題になってるんだけど、ラファエルさんを、見た時にむちゃくちゃいいなと思ったのが、うん、やっぱまずむっちゃ笑うなと思って、この人、うん、そうそうそう、むちゃくちゃ笑う、で、あの、頭悪いやつって笑わないやん、つまりそのなんていうのバカってやっぱ笑わないからコスパ悪いんだよ。つまりそれ言っちゃうといろいろ問題あるだよ、ね、いや、なんていうの、本当笑わないやつって自分が喋らなきゃいけないやん、うんうん、ってなっていたで、笑う人って話しかけられるから話題が向こうから入ってくる、うん、面白い人が、ね、だから結局結構、低カロリーで、うん、面白いものを発信できる、はいはいはい、一番笑うやつが一番プラットフォームになるから。なるほどね。そう見た時に、あ、この人本当よく笑う、だって話しかけなくなるもん、そういう人って。そうね、うん、あと笑い方が天才よね、また。あ、それは持って生まれたものだけど、あの、下品じゃないの、あ、めちゃくちゃちょうどいい、うん、なんか釣られて笑って、まあ、笑い方を笑ったりするんですよね。そんなんも込み込みで上手ですよね。なんか俺すげえ、思い出したな、そのなんか跳ねるの扉がスタートした時に二十、うん、歳やったでしょ、うん、で、深夜番組で、はい、まあ、何者でもないやつがメインをやるわけやんか、うん、ってなったら、当然タレントさんからすると、例えばその当時なんだろうな、柴咲コウちゃんとかも大人気で、そうですね、でもああいう方々にこう出てもらわなきゃいけないってなったら、もう方法一つしかなくて、もう笑うっていう、はい、そうね、むちゃくちゃ笑って、はい、あ、ここの空間とかこのチームに球投げるの気持ちいいなっていうことを思ってもらわないと、うん、ゲストの方来てくれなかったから、むっちゃ意識した、もうそれはもう癖になってるから今あれだけど。そうなんですよ。で、僕らって分かるじゃないですか、うん、あのプロだからさ、言うてプロだから芸人としてね、あのこんなの見ながら言うてですもんね、うん、あの結局トークってさ、うん、あのリスペクトやん、興味を持つことやん、相手、はいはい、のことを好きになることが、はいはいはい、僕トークだと思うんですけど、はい、やっぱり俺らプロやからさ、言っても喋って分かるやん、分かる、この人俺に興味ねえなとか、うん、分かる分かる、それは分かる、それが如実に顕著に出るのが僕笑いだったりするんですよね、はいはいはい、でも笑っててもバレる時あるやん、あ、それあるね、ね、そういう意味ではラファエルさんはあの
リスペクト絞れてたんですよ。だからああいう笑い方な、笑い方の方、笑い方というかああいう笑いになるしというか、多分めちゃくちゃいい見てる西野も多分、うん、ああこの人いいなって思うのって多分そういうことなのかな。あ、なるほど。僕は運よくまだ有名 YouTuber のことに絡んだ中で自分のことよりすごくリスペクトしてないなと思いながら絡んだことはないから、いいんですよ。でも今後の人たちは出てくるかもしれないし。なるほど。へえ、見てみよう。ちょっといろいろとねやってますので。毎日ですか？基本的には配信されてるんですか？あ、見てみよう。毎日なんですけども、またお叱りも受けたいですし、はい、本当に何卒よろしくお願いいたします。まあこんななんかちょっと今日ね、はい、真面目な話ばっかりしちゃったんで、最後にじゃあ一個だけ、はい、むちゃくちゃ腹立ったことで話いいですか？はい、腹立つな、腹本当に。もう積もり積もってるんですけど、はい、今日は一個だけ出すわ。小出ししていきます。はい、山口トンボという人間がいますよね。うん、これ誰か言ったら毎日キングオブでも、うんうん、ね、やってる、はい、汚い笑い方して親友、親友、俺の親友か、親友、そこそこコメントで叩かれてるけど、はい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 、笑い方芸人で、はい、まあそのトンボやねんけど、はい、実はこのカジサックのチームにもトンボをちょっと僕お願いしてて、はい、なんやったらカメラ回してもらって絡んだりもするっていうポジションだったりもするというか、はい、で、ね、あいつってさ、はい、もう西野親友やから、はい、絶対知ってると思うんだけど、はい、デリカシーがゼロなんですよ。ゼロじゃん、もうゼロですもんね、うん。で、僕は西野の親友で、僕は友達ぐらいだったんです、今までトンボ、うん、でも今はもう親友と思ってるような絡みがしぶ中で、そこまでなんやと思ったことがもう数えきれなくなるんですよ、今まで。そのうちの1個だけ紹介しますわ、今日びっくりしたんだよ、はいはい、最初に言うたホームランボーイズさん、はい、モッチャンネルさん、地獄寺グレンマルさんと僕、はい、同じ事務所で絡んだんですよ、はいはいはい、それは何やったらキーっていう事務所で、それ、はいはい、で、順番に取っていきますよね、はい、ホームランさんね、はい、で、全部終わって、はい、3組がと僕喋ってたの、はいはい、ホームランさんとね、はいはい、モッチャン、地獄寺グレンマル、カジサックって、はいはい、今日ありがとうございましたみたいな、はい、いやほんまに楽しくしていただいて、はいはいはい、ありがとうございます。ちなみに解作のこれトンボいるんですよ、はい、で僕はなんやちょっと投稿するわけで、はいはいはい、ね、わーとか言って、はい、ありがとうございます、ほんまに、いやでもほんまトンボ言って、はい、ほんまにこのお三方でよかったなって僕は言うから、はい、ね、ホームランもちろんさんということで、はい、ほんまよかったなって言ったら、いやマジっすよカジさん、ほんとよかったっすよ、いやでもほんまにもっちゃんねるさんが一番面白かったですね俺マジ殺したのかなと思って、西野びっくりするでしょ、言いそうやなあいつはそういう方なんですよ、でもびっくりしすぎて、でホームランボーイさんと地獄寺グレンマルさんなんかなんかみたいな、ね、もっちゃんねもそんな喜ばない、いやそりゃ喜べないよね、で俺言ったけど、はい、気づけへんねまだ、いや本当にもっちゃんねるさんめっちゃ面白かったな、本当に USA シルトリー最高でしたね、いやまあそういう方なんですよ、あれですからね、うん、以前僕ともさんと一緒にこのサンリオのピューロランドで仕事するときに、うん、ピューロランドのそれこそ支配人みたいな人だよ、うん、園内を、うん、館内を案内してくださんね、はいはい、で、俺らがやるステージとこに、うん、もうこんな装置がありましてね、案内してくださんねんな、うん、で、舞台があって、ロビーがあるね、うん、で、ロビーから普通客席まで行くときって、うん、廊下かなんかあるやんか、はいはいはい、ないねん、ロビーからその客席に行くまでの道がないねん、はい、であれと、じゃあこれどうやって客席入るんですかって言って聞いたら、うん、その、向こうのスタッフさんが、いいなあるんですよみたいな、ボタンピッて押したら、うん、目の前にある滝が流れてるけど、うん、この滝が止まって、うん、岩がガガ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 バーンって倒れて、うん、橋ができて、うん、ここをバーって歩いてって客席に入れんねん、すごいね、これを見た時にトンボさんは、うん、ディズニーランドみたいっすねーって一番かんやピューロランドでうわディズニーランドみたいっすねみたいなお前なんて言ったで俺はびっくりして、でもここで、どうしようと思ってむっちゃくちゃ高速回転よ、まあ、一瞬でね、一瞬で考えますよ、で、思ったのは、うん、トンボはそんなことを言ってないっていうことにしようと思ったね、あ、そっちしようと思って、俺はディズニーランドみたいですよねって言って、うん、で、言ってきたから、俺はそのスタッフさんに対して
いやこういう装置でこれお客さん喜ぶでしょっていう方を やったね。要はこうゴリッゴリッとやって、でスタッフさんからしてもそんなわけがないよな、そんなピューロランドでディズニーランドみたいですよねっていうわけがないって思ってはる、このほやほやの状態で俺がすぐにパンと、あこれをお客さんこの装置喜ぶでしょうって言ったら、トンボがこうやってる俺の肩を、西野さんディズニーランドみたいですねって終わり。もうそういう人です。そういう方です。言うて俺もさ、実はその時若干フォローしようとしたのよ。一、うん、回でもほんまに、えぇ、ー、って言うてもてんけどね、うん。一番面白かった。で、俺実はぶっちゃけた話、うん。それも高速回転ですよ。僕、えぇ、ー、って言うのって、うん、笑ってくれたらいいなと思ったの。ああ、なるほど。トンボのボケにしようと思った。西野は違うよね、うん、ちょっと。僕はボケにしようと思って、うん、えぇ、ー、って言った時に、うん、パッて見たら、もうさっき言ったようにホームランボーイズ兄さんとジョーデラグラマル兄さんもちょっとこんなんなってるから、あーもうめっちゃ滑ってるやんってなって、これはあかん、方向転換だと思って、あのすぐにね、また高速で考えて、いや何言ってんのお前と、いやいや全員めちゃめちゃおもろかったけどなって言ったんですよ。もしトンボさんが言ったのが、いやもっちゃんねのさんが一番面白かったですけど、トンボいや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 、もっちゃんです。あのことはそうなんですよ。ほんまにね、もうトンボさんはそういう人だから。いや可愛い子見えても見えねんけどさ、でも最低限やったらあかんとこあるやん。俺対俺の時はええよ。そんなのいっぱいあんねんけど、もうそう人巻き込むなと思うよね。トンボさんはもう僕が旅費出してホテル代も全部出して連れて行ったあげた、そのイタリアのベネチアでついて。最初に言ったのが熱海みたいっすね。死ねえお前は。死ねえ。怪しい。まあちょっと今後ね、はい、またトンボさんのご注目さん。トンボさんもそのそっちのチャンネルの方に、ね、カメラの向こう側にいらっしゃるから、その辺もご注目ということですね。はい、そうです、何人かちょっといますけど、はい、中の一人がトンボ。いらっしゃいますか。ぜひこれからもカジサブチャンネルお願いします。お願いします。毎週キングコング。トンボは絶対言うな、それは言う。マジ？マジ？いや、それは言う。